い、どうも、リントです。カンコレ、今年最後の運試し検討をやっていこうかなと思います。で、資材とかも結構溜まっている状態で、今何をやろうかなと思っていると、大型検討です。で、武蔵を狙って、検討をやっていこうかなと思います。で、今の状況でいけば、その武蔵が出やすいっていうやつは、結構、やれるんですね。で、今、旗艦を陸奥にしてます。武蔵ゲットしていきましょう。大型建造は資源や資材に十分な余裕があるときに挑戦してくださいね。早速やっていきましょう。で、燃料が4000ですね。そして、開発資材は20でやっていきます。で、弾薬が、7000ですね。で、鉄が7000ですね。うん。で、防気サイトが2000です。じゃあ、これでいきますよ。さあ、来いよ。8時間。武蔵、来いよ。一回しかできないんだから。来いよ。レッツゴー。おっと。5時間。時間か。なんか、ね、なんか持ってるやつが来そうな気がしますけど。じゃあ、ちょっと、見てみましょうか。あ、何が出るかな。新しい缶ができたみたいね。あ、何かな。お前かよ、持ってるわ。長型戦艦2番艦のムツよ。もうムツ回避になったしな。2体目だよ。ムツじゃなくて、長とか声がかったからな。ほら、もう、だって戦うんだもん、ムツ。しかもね、ムツね、貝なんだよね、ほら。いやー、マジか。順番に並べて、ほら、ほら、ムツ貝とムツとダブりました。まあ、今年も運がなかったってことですわな。うん。では、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。